皆さんこんにちは、くるみどりチャンネル、略してくるちゃん。今回は冬に怖い寝腐れ、起こさないようにしてほしいっていうところで、寝腐れについてもう初歩の初歩から対処方法までお話ししたいと思います。まず寝腐れとはっていうところからお話ししたいと思うんですけど、寝腐れっていう言葉は聞いたことあるけど、一体どういう状況なのかっていうのは、もう本当にその言葉の通り寝が腐ってしまうっていうことを寝腐れっていうふうに言います。この寝腐れを起こすと、根っこの先端の方から黒くブヨブヨしたように腐っていってしまって、最終的にはその腐敗が進んで進んで、茎の方まで行って、葉っぱの方まで行って、植物全体が枯れてしまうような、とっても怖い状況です。本来植物は健康な状態であれば、根っこから水分と酸素を吸って、葉っぱからは二酸化炭素を吸う、そして日光を浴びて光合成をして、新たな酸素と水を作り出して葉っぱから放出する、こういったサイクルで健康状態をキープ、生きているんですけれども、この根腐れが起きてしまうと、植物が根っこから水分は吸えるんだけれども酸素を吸えない状態、これは人も同じで、水の中にただドプンと浸かってもらうと、水中では人も根っこと同じように水分が周りにどんだけあっても酸素は吸えません。この状態に根っこが陥ってしまうと、人も溺れてしまうように根っこも腐ってしまう、これが根腐れと呼ばれる状況です。この根が窒息して枯れた状態になってしまうと、最初にお伝えした光合成のサイクル、ここが崩れてしまって植物が体調を崩す、腐って最終的には枯れてしまうっていうことになってきます。根腐れを起こしているかもしれない植物のチェックポイント、順を追って説明していくと、初期段階として一つ、葉っぱに元気がなくなってきます。これはちょっと前にお伝えした葉っぱが黄色くなる原因についてっていうところでも、原因に根腐れがありますよっていうふうにお伝えしているんですけれども、まずは植物、やっぱり葉っぱに元気がなくなる、これが最初のポイントです。次が2番、水やりをした後に土の乾きが極端に遅い。根腐れの原因の多くが水の上げすぎっていうことが多いんですけど、タイミングを間違っていて、濡れてるのに上げてしまって土が乾かないっていうのはもちろんのこと、根っこが窒息して腐っているので、通常の健康な根っこよりも水を吸う力が弱まっているので、同じ環境同じ時期なのに土の乾きが遅いっていうのは、その分植物が吸っていない、土の乾きが鈍くなるっていうところになってきます。この1番と2番が初期段階なので、この段階で根腐れに気づいてあげられれば、ここから回復させることが結構しやすいので、まずは日頃のチェックでこの2点万が一なっていた場合には気づいてあげられるようにしてください。で、これがまた進んでいくと3番目、これは目視しないとわからないんですけど、根っこが黒くブヨブヨと腐ってきます。黒ずんできて、その後に4番目、その根っこが腐ったことによって土の状態も悪くなって、土から腐敗臭がしてくるようになってきます。ここまで来ると結構根腐れが進行してしまっていて、なかなか回復が難しくなってくるので、なるべく 1,2 の段階で気づいてあげられるようにしてください。根っこが黒くなって腐敗臭がしてくる、ここまで来ると次に第5段階として、茎がブヨブヨと水分過多のように、柔らかくなってきます。これは根腐れの鎖がもう根っこを通して茎の方まで来てしまっている、あとは、腐った水分を吸って植物が新鮮な水分酸素を吸えていないのでブヨブヨと腐ってくる、こういった状況が5段階目にあたります。で、最終的に土の状況も悪い、植物も腐ってくる、こうなってくると土の表面や、あとそのブヨブヨした茎のところにカビが生えてきます。どうしてもそういった雑菌が増えることによってカビの繁殖にもつながってしまって、結局は植物全体が枯れてくる、もう6段階までいくとさすがにちょっと回復が難しくなってくるので、 1,2 の初期段階に、見極めてあげられるように、日頃のチェック怠らないようにしてあげてください。チェックポイントを踏まえた上で、この根腐れの原因を大きく3つに分けてお話しさせていただくと、
1つ目、もうこれは完全に水のあげすぎ、タイミングの間違い、あとは水の量が多い、こういったことが挙げられます。これは水やりのタイミング、土が乾かないまままた水をあげてしまう、そうすると根っこは窒息した状態、根腐れになってしまいます。また量が多いっていうのは、成長期の間であれば乾きも早かったり植物もぐんぐん吸ってくれる時期なので、あまりここは気にしなくても、たっぷりしっかりクリーンな水を与えてあげれば植物成長してくれると思うんですけど、冬の時期にたっぷりあげすぎて土の乾きが鈍くなって、根腐れを起こしてしまう、こういったこともあるので、水の量に関しては冬場気をつけてあげるようにしてください。あとは原因として2つ目、これは土の状況、植え替えを怠った場合、だんだんと土が劣化してきます。土の劣化っていうのは、最初の土は粒子が整った状態で植え替えをしてあげる、新鮮だと思うんですけど、これを植え替えしないでいると、だんだん根っこが伸びることで土が崩れたりとか、水やりで土が潰れるっていう風になっていくと、だんだんその粒子も細かくなってきて、その土と土同士の隙間がなくなってきます。酸素は基本的にその土の隙間にあって、それを根っこが吸うんですけど、その隙間がどんどんなくなって土が潰れてくる、こういう風になると植物は酸素をうまく吸えずに根腐れの状態になってしまいます。また、土を新鮮なものに、植え替えの時にしてあげないと、土もどんどん劣化して雑菌も増えてしまうので、これを植物が吸うことによって、他の病害虫の被害にあったり、あとカビの繁殖につながるので、植え替えは適宜してあげましょう。根腐れの原因3つ目、これは肥料のあげすぎも根腐れにつながります。基本的に私の育て方では、肥料は春から秋の成長期の間あげて、冬はあげないようにしてくださいっていう風にお話ししているんですけれども、肥料を例えば冬の時期、あまり必要ない時期に与えすぎてしまうと、根っこは浸透圧の関係で、与えられた肥料を土と自分の根っこ同じ浸透率にするっていう性質があります。で、それを例えば肥料を与えられすぎてしまうと、同じにしようとして自分に必要以上の肥料を飲んでしまう。で、肥料が入ってくる分、根っこは水分を放出しないといけないので、その分根っこに肥料ばっかりで水分が足りない、それが結局腐り枯れにつながってきて、最終的に根腐れしてしまうっていうことになります。なので、肥料のあげるタイミングと皆さんが使っている肥料の使用量と用法はよーく守って使ってあげないと、植物に良かれと思ってあげた肥料で植物が枯れるっていうことが起きてしまうので、肥料のあげすぎにも注意してください。では今度、例えば 1,2 の段階で根腐れに気づいてあげられた、こういった時に根腐れからどういうふうに救済してあげるか、回復方法をお伝えしていきます。まず第一条件として、一度腐った根っこ、あとは茎や葉っぱ、ここはもう回復はしません。で、これは根っこの先端部分だけであれば、そこを取り除いてっていうことができるんですけど、どんどん進行して茎や葉っぱまで行ってくると取り除くっていうことができないので、結局は回復ができないっていう風になってしまいます。なので、根腐れには初期段階で気づくことが必要、何度もお伝えしていますが、これには慎重に気をつけて見てあげてください。で、根腐れに気づいた時、まず最初にしてほしいのは、自身の水やりのタイミングを見直してください。これは同じことを繰り返すと、これからお話しするその回復方法をしたところで、また同じことを根腐れをさせてしまいます。なので、まずは自身が水のあげすぎではなかったか、肥料のあげすぎではなかったか、植え替えをもう3年4年もうずっとしないで放置していた、そういったことがあれば、まずはそこを改善してあげる、それは一番のポイントになってきます。で、根腐れが見つかった、じゃあ回復させてあげよう、自身の育成方法を見返した後にしてあげることとしては、まず1つ目として、水やりを控えてください。これはもうとにかく濡れてしまっている土、ブヨブヨの根っこを乾燥させる必要があります。まずはその土と根っこを乾かして、これ以上の腐敗をストップさせるっていうことが肝心です。次にしてあげてほしいこと2番目、これはその植物の環境を見直してあげます。その置いている場所が、例えば温度変化が激しかったり、あとは午前中は日が当たるけど午後は日が当たらないなどの環境の変化が大きい場所に置いているようであれば、環境の変化が少ない場所に移動をしてあげてください。根腐れをさせてしまった植物の環境が、そういった温度変化、日照条件の変化が激しいような環境であれば、
例えば室内で安定した日の入るところ、極端なことを言えば育成ライトのようにもうずっと同じ光量で同じような環境で置いておけるようなところで休ませてあげるっていうことが必要です。根腐れをしている植物はちょっと疲れた状態になっているので、そういった環境の変化に適応するっていう、そこにも体力を無駄に奪われてしまいます。なので安定した環境に移して様子を見守るっていう風にしてあげましょう。で、次に3番目、これは土が乾いて安定した環境に移した後、できれば植え替えをしてあげてください。これは植え替えをするときにその根腐れをしたとこ、そこはもちろんハサミでカットしてあげて、その腐敗をしたところを取り除く。そうすることでそれ以上の腐敗をストップさせる、根腐れを止めてあげることができます。根腐れをしてしまった場合はどうしても腐った部分から雑菌が繁殖しやすいので、その土はもう処分して新しい新鮮な土、クリーンな土で植え替えをしてあげる。植物に綺麗で整った環境をもう一回作り出してあげるっていうことをしてあげてください。で、この植え替えの時にとてもポイントなのが、しっかりと乾かしてその古い土をしっかりと落とすっていうところがポイントになります。少しでも腐敗した部分が残っていたりとか、腐敗した土がそのままついてまた植え替えをしても同じ状況を多少改善したぐらいになってしまって、結局腐敗してしまう原因は完全に取り除くことができないので、そこはしっかりと古い土を払って落として、綺麗な状態にして植物を綺麗な環境に移してあげましょう。そしてその植え替えができたら、次にやってほしいこと4つ目、ここは水やりを控えてください。これは、根っこを例えば腐敗した部分をカットして、今は傷口も見えた状態、やっと綺麗な環境にはいけたんですけど、ここにまた水をあげてしまうとその切り口から腐敗が進むこともあります。なのでまずは水やりをしないで安定した環境で見守ってあげてください。これは健康な植物を植え替えした時とはちょっと違うポイントなので、一つ覚えておくといいと思います。それで最後にしてほしいこと5つ目、そういった環境で1週間もしくはそれ以上は置いてあげてください。この置いてあげる期間の目安としては、その植物が回復したっていうところを見極めてほしい。その見極めとして、新芽が出始めたや枝が伸び始めたなどの植物の通常健康な時に起きる植物の生育、成長が見られた時に、やっとその植物が根っこが新たな新鮮な根を出してしっかりと光合成ができる通常の健康状態に戻ったっていう目安にしてもらって、そこからその植物が欲しがる光量だったりとか、例えば日光浴をさせて元気に育てるなど通常の管理に戻してあげてください。で、ここまでは肥料もあげないようにします。とにかく腐ってしまった植物はその腐敗したところを乾燥させて新たな新鮮な根を出すっていう風に、育成をちょっと転換していくので、新鮮な根が出た、新芽が出た、動きが出始めたっていうタイミングで今まで通りの環境に戻してあげましょう。最後にお話しするのが、この根腐れをさせないための日頃のケア。これはもう今までのお話を聞いてもらえばおのずとわかると思うんですけど、1つ目、まずは水やりのタイミングを間違えない。根腐れの主な原因は水のあげすぎです。なのでちょろ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 何度もあげて土の乾かない状況をずっと作ってしまうよりも、しっかりと一度乾かしてその季節に合わせた適量を与えて、もう一回しっかりと乾かしてまた与える。この乾かすっていうところがポイントになるので、いつまでもちょろ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 上げていたりとか、あとは土の表面が乾いて中が乾いていないのに上げてしまう、こういった水やりのタイミングの間違いで根腐れは起きてしまうので、タイミングは間違えないように日頃から気をつけましょう。そして2つ目は、適切な時期に植え替えをしてあげてください。植え替え私は結構好きなんですけど、大きい株になればなるほど植え替え大変だなとか、土いじりってちょっと手が汚れるから嫌だなって思う人もいるかもしれないんですけど、それは我が子を育てる大事な観葉植物を元気に元気に健康に育てるために、その植物に合わせた適切な時期に植え替えをしっかりとしてあげてください。これを怠るとせっかくの植物も根腐れ、あとは他の原因にもつながってきます。枯れてしまう原因になってしまうので、植え替えは植物に合わせてしてあげてください。で、最後に3つ目、
これは寝腐れかなと思ったら早めに対処してあげてください。寝腐れをしたその流れ1番2番初期段階で見極めてあげてくださいってお話しした通り、寝腐れは初期段階で気づけば回復させられる。自分の中で対処してあげれば植物を救ってあげることができます。なので寝腐れかなどうかななんてちょっと様子を見てよ、その間にどん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 進行してしまう、それをただただ放置するのではなく、そうかもしれないと思ったらまずはじゃあ土をちょっと乾燥させてみよう、で植え替えの季節でなければ乾燥させて、ちょっと安定した環境で養生するっていうことしか今の冬の季節は特にできないかもしれないんですけど、もし植え替えのシーズンであれば根っこの状態を植え替えで確認してあげたり、適切な処置を早めにしてあげてください。はい、今回は冬に怖い、通年通して怖いんですけど寝腐れについてお話しさせていただきました。結構コメントでこうなんです、ああなんです、体調崩してるんですっていう風なコメントをいただくこともあるんですけど、それ一つ一つにちょっとこれから動画でも対応していけたらなと思うので、まずは、一番怖い寝腐れについてお話しさせていただきました。今回の動画参考になったと思ってくださった方、ぜひグッドボタンいただけると嬉しいです。あとはチャンネル登録していただけると本当日頃の励みになります。まだの方ぜひよろしくお願いいたします。はい、くるみだりチャンネル、くるちゃん、今回はこの辺でバイバイ。